この世界が生きづらいなら異世界で生きればいい。そんなことが書かれた怪しげなネットゲームを見つけた少年みちお。この世に絶望していたみちおは誘われるようにゲームをやり始める。世界観の設定やキャラメイクを終えたみちおを待っていたのは、自らのことなど誰も知る者がいない本物の異世界だった。テレビアニメーション異世界迷宮でハーレムをご覧の時間から放送開始です。